能登半島の先端、海と山に囲まれた大谷町。山から土砂が流れ落ち、住宅を埋めてしまっています。その下を見ると、多くの住宅が土砂に埋まっているのが確認できます。記者が町に入ると、被害の全貌が徐々に明らかに。この斜面は元日の地震で崩れたということです。また奥の斜面が今回の大雨で崩れたとみられています。奥の住宅には2階部分まで土砂が流れ込んでしまっています。土砂に多く含まれていたのは大きな石。なぎ倒された木が至る所に積み重なっていました。そして1階部分が埋まった住宅の前には多くの人の姿が。安否不明になっているのは貞弘和恵さん。近くに住んでいた人が当時耳にしたのは、助けてくれっていうような声が聞こえたらしい。無残やね、本当にひどい、うん、そして消防によりますと、午後3時前に現場にある土砂に埋まった家の中から要救助者が見つかりました。性別や年齢などは分かっていませんが、消防などが夜通し救出活動を行う予定です。